さあ、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。なるほど、トップクラスを瞬発力を持っていると。で、成績有馬記念を取って、WBC 出そうとしてるとこですね。で、今2月を4週。484キロがどうベスト体重ですので。あと、ダートも結構いけるたちだということで、さあ、どうしますかね。まあ、つい WBC ターフだと思いますね。ターフ？ん？ターフだったっけ？ただ、春天目指したいんですよね。まだ、春天これ取ってないんで、となると、その間を考えると、追い込みの方がいいのか？さあ、大根がいいと。そこで、これですね、高級リンゴズース。さあ、ここで WBC 登録しましょう。これで WBC 出して、次に春の天皇賞を狙いたいと思います。狙いは WBC ターフです。まあ多分取ってなかったはずですよね。武豊かな。ということで、7分38秒で結果が出ますので、しばらく待ってから結果を見たいと思います。はい、それではまた後で。はい、スターホースポケット、WBC の結果が出たようですので、早速見に行きたいと思います。WBC ターフです。さて、武豊乗ってもらえなかったですね。河内宏。キャンドルフェイトですか。これはちょっと強いな。ちょっとかなわないな。さあ、WBC ターフスタートです。6番手ですか。結構前いますね。これがどうなのか。その後ろでやりましょうか。肩の逆、肩捨て難航。
その後ろ、それからもう一頭、一番チマノソニック、ストーミングホーム、その外からはプライド、もう一度前の方でありますが、先頭は2番イブンベイ、機嫌よく行っているのかどうか、ルソー、そしてその後ろから7番エクラール、ちょっと離れて9番ハイランドリールであります。12番セイントリー、カタロジャック、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。それからカシゲの馬体、ピカステランボであります。そしてその後ろから8番エアドクター、そして1番人気のキャンドルペイト。さあ橋を渡ります。そのうちにチマノソニック、それからストーミングホーム、そしてしんがりから6番プライドという展開です。先頭の方はどうなっているか、イブンベイがレースを引っ張るようになりました。これを追って10番ルソーであります。7番エクラール、おっとちょっと離されまして、チマノソニックは上がっていたぞ。これ結構いいスピード、それについていけない。プライドも来ている。3位キャンドルフェイト、さあ組の上げ下げ、しかしプライドにやられました。一応キャンドルフェイトには先着したんですけどね。だそういう力はないです。お、ラッキー話になりました。はい、というわけで、WBC ターフ残念ながら負けてしまいました。はい、もう少し G1 で鍛えながら上を目指していった方がいいのではないかと思います。はい、ではゲーム動画で以降では、チャンネル登録を、増やしていきたいと考えております。動画タイトルを右側にある、チャンネル登録数を表したボタンを押していただくとチャンネル登録できますので、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。はい、関連ブログ、ツイッター、そちらのアドレスが説明欄に記載しておりますので、よろしければアクセスしてください。最後の20秒で、関連動画プレイリストが、へのリンクが流れます。そちらの方も、もしお時間ありましたらアクセスをお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。